アシェット、西部警察マシン RS1、ダイキャストギミックモデルを作るの46、47、48、49、定期購読便来ました。早速46から作っていきますが、46、ホイールを作るですね。46、これハッチバックですね。珍しい。今もうほとんど中古でないから高いですよね。で、47はタイヤとプラグコード。プラグコード結局黒でしたね。ちょっとホイールとタイヤまではいつもと一緒なんで、ささっと作って、ここですね。プラグコードの接着の方ですね。これマシン RS2 の方のトランクです。はい、じゃあ行きます。はい、いつもと同じですね。ホイールの方作っていきます。ここですね。ここの出っ張りとここを合わせます。ここですね。バルブがつくとこが外側ですね。はい、ホイール。あとはバルブとセンターキャップ。でセンターキャップをつけていきます。46号の完成ですね。46号完成。はい、47号作っていきたいと思います。はい、じゃあつけていきます。はい、組み上がりました。でこれをこちらにですねつけていきたいと思います。はい、以上ですね。はい、じゃあプラグコードをつけていきますね。ブリスターパックにはめたまま作業してくださいということなんで、このデストリビューターこちらにこのプラグコードの太い方ですね、これをはめてそれぞれ通していくんですけれども、ちょっと1本ずつやっていきますが、カメラの画角にはちょっと入らないかなと。1本ずつこれ接着です。デストリビューターのこの位置にまずつけて、ここを通してここにつけます。でつけるときにちょっと余分にカットして差し込む。これを4本全部やっていきます。はい、まず1本ですね。じゃあこれを4本続けていきます。はい、ということで4本ついて完成しました。で写真なんですけれども、プラグキャップが割と全部真横向いてるんですけれども、私はちょっとこう集合させる方にこう斜めにしてあります。というのもこの前あったこのエンジンルームのプラグキャップですね、これが全部こう斜め向いてるんですよね。これに合わせてちょっとこういう斜めにしときました。ということで今回の47号完成です。